速稼塾の久保です。私のビジネスに強みがあるとしたら、うだつの上がらないところから一歩一歩やってきて、どこで売れてどこで、進化していったのかってことが全て記録となっているってことですよね。そして私がネットビジネスをやる前から広島市内でお付き合いしていた方がずっと私の姿を見て、そして今でも見てくださるってことだと思います。なかなかこのね、裏と表を同時に見られている、見られていながらやっている人はなかなかいないと思います。で、私はオンラインで話してくると、そしてオフラインで話していること、その同時をですね、身近な人には見られています。その結果、身近な人の信頼が今いただけて、そしてその信頼を客観的に見たときに遠方の方も信頼してくださる、そんな形もできていると思うんですよね。ですから、この私がやっている年の中に、一度でもね、嘘とかごまかしとか騙しがあったら、多分こうはなってないと思うんですよ。ですので、これからもその積み上げた信用を台無しにしないようにね、誠実に等身大の発信をしていこうかなと思います。と同時に、ちょっとオーバーにね、皆様を焚きつけてやる気になってもらうために葉っぱをかけることもあると思うんですよ。それはですね、別に演技をしてるわけでも脅してるわけでも何でもないんですよ。芝居をしてるわけでも、そのぐらい勢いをつけていかないと、なかなかね、低いテンションで持ち上げていってもいまいち行動してくれないんじゃないかなというところもありますから。ただね、一発で100万儲かりますみたいなこと言いませんよ。ただビジネスというのは、人が困ったことを解決する、その繰り返しですから。だからそれに対して、困ったことを解決してくれてありがとうっていうレベルで人の貢献をするとお金がいただける、ただそれだけなんですよ。ですから冷たい言い方すると、お金をもらえるほどに人に貢献できない人がいるっていうことなんですよね。で、それはビジネスのレベルをもっと上げていって、本当に困っていること、お金を払うほどに困っている人、そういったところにアプローチしていけばいいんだと思うんですよ、ね、もうお金を払わないと飢え死んじゃうよって人は、どう考えてもお金を使ってパンを買うわけですよ、ね、でも1万円を持っていても、満腹な人にね、じゃあ安売りですって言っても、ね、安売りのたこ焼き買わないでしょ。だからそういうことだと思うんですよ。本当にその人が一番困っていることに気づいてあげて、そこに寄り添っていく、その繰り返しがビジネスになっていくんだと思いますし、その繰り返しが信用になっていくんだと思いますね。で、私は少なくともそれを心がけてきてもきましたし、その証明として速稼塾が未だに続いてるんだと思うんですよ。で、おかげさまで私、毎日毎日何かの作業に追われたりとかね、何かのこうなんか役割に追われたりとかってことはないです。自分が思うがままに時間を使わせていただいて、で、空いてる時間が多いんで、会員様のね、速稼塾の塾生さんのサポートにかかりきりになれるわけですよ。この私がフリーハンドになることによって、速稼塾の塾生さんのお問い合わせに一件一件ワントゥーワンでメッセージを送ったりとかね、それこそその人のコンテンツ作ったりとか、最近でしたら生活保護の方はこういうふうにやったらあなたは稼ぎますよ、全員じゃないけどあなたのライフスタイルだったらこれがいいですよ、あなたの特技だったらこれがいいですよということができるんだと思います、やっぱりそのぐらい命がけでね、顧客のために死ぬなんてことを言った人がいましたけども、そのぐらい命かけていかないと、そのお金を払う人っていうのはやっぱり命と同じぐらい大事なお金を預けてくださってますから、私もいただいたお金と同じぐらいの命を割いてもお釣りは来ると思うんですよね。そういう思いでやらせてもらってます。速稼塾、明日も行ってみよう。